こんにちは、中本まなみです。今回はまなまなの断捨離まあ断捨離というかですかね、衣替えに近いですね。衣替えです。なんですけど、もう今はもうすぐ5月が終わってしまう時期でございます。本当にですね、今冬物のものが溢れ返っておりまして、夏のものがあの一番下に埋まってます。まずは夏物を出して冬物と入れ替えちゃおうなんとマネージャーさんが全面協力してくださってます。本当に申し訳ないんですけど、マネージャーさんに服を頼ませます。本当に申し訳ございません。はい、ということで本気出していこうということで、まあ、その一部始終を皆さんにお届けできしながら楽しくやれたらいいなと思ってます。もう見せれない、見せれないぐらいぐちぐちゃ、あの引かないでください、嫌いにならないでくださいという動画でもございます。ちょっと傾け、近づけますね。なんとですね、ここアウターとか、まあ、パーカーとかいっぱいかかってまして、こちらに右にでっかい段ボールが入ってまして、左にこうパカッてこう入れる収納ケース、衣装ケースみたいなのがあります。その中に夏物が入ってるので、まずそれを出しますか。ベッドの上に、ま、一旦服を乗っけていこうと思い、パンツはパンツでまずね出していこう。で、実家に送る送らないを選別していきながらやっていこうと思います。収納もあそこしかないので、本当に結構パンパンなので、月に一度母にだいたい洋服を送っております。まあ、実家でね、なんか友達にあげたりとかもしてるみたいなんで、気兼ねなく実家に送りたいと思います。このパーカーとか今回着てないから、これ実家だな。ワンピースとかはハンガーにかけていこうと思います。去年のものとか衣装で使えそうなものとかは結構残してますね。ちょっと待って、本当に、いや待って、一回この中の選別をする前にこの中を一旦空にしないとダメなのか。いや、どういうことだ、どうしたらいいんだ、一旦出そう、この中身をね。よいしょよいしょ、もう本当にやばい、吸収剤みたいな乾燥剤がいっぱい出てくる。よいしょ、本当にどうしたらいいんだ待って、でも一旦こんな空になったから、ここに冬物を入れていけばいいんだよね。じゃあまずコートとかは、クリーニングに出さない系のコートは収納していこうか。今回の冬いっぱい着た可愛いコート、これ収納しましょう。なんかもうクリーニング出してるコートもいっぱいあって、それはそれでもうね、あの終わってるんですけど、あんまり汚れがないとか、お家で洗えるものはもう洗ってあって、実はオッケーオッケー。去年はママが一緒にやってくれたんです。本当に服が多いんで、このお家は。私の会社の社長今井がですね、私のお家で YouTube 撮影をするたびに、なんでこんなに荷物多いの、そんな服いるっていう感じだよね。本当に女の子はみんな服が多いし大変なはずのにもかかわらず、今井さんはまだまだだけが特殊みたいなことを言い方をするんです。まあ、今井さんっていうのはね、大阪にも東京にもお家がありますから、広いお家が、そんな広いお家があったら私も困んないですよ、収納に。でも冬物の何がしんどいってさ、マジでかさばるから、本当にそれだけでパンパンになる。これちょっと見ましょう、とりあえずすぐ着るものは私。わー、これね、一回も着てないんだけど、思い出のあるものとしてさ紹介したい。これはですね、映画味噌麺の時に私自身が主人公うつつ役が着てたアウター衣装なんですけど、その衣装をもらいました、実は。で、そのアウターをクリーニングして残してるんですけど、なんかリバーシブルじゃないやつを裏返しにあえてして着てたっていう思い出の品で、どうしてもこれが捨てれないので、これは実家にも保存しようかな。この家に置いといてもあれだから。でも思い出のものなんだよな、どっかで着たいと思うけど、まだ着こなせなくて。いや、置いとくか。かわいい、かわいいよね、中がかわいい。これ入れてほしいかも。オッケー、いいですよ。これは実家で。ちょっと失礼なんだけど。なんとちょっと希望の光が見えてきまして、ここに今ワンピースをたくさんかけております。そしてここの中身に
あったものがだいぶなくなってきて、今この段ボールを取り出す最中でございます。ただベッドの上は今悲惨です。やばすぎる。まだまだ頑張ってまいります。マジ冬服をさ収納するスペースがマジでないんだけど、どうしよう。型崩れしそうなもの以外この中に冬服を詰めていくっていう戦法はどうでしょうか。いいと思います。あのニットとかパーカーとか系をチャックのないパーカー系はもうこの中に収納していく方式でいこうと思います。はい、そしてですね、私はこの紙袋、今こういう紙袋系が3箱あるので、それを一旦きれいにまとめて上をきれいに開けていこうと思います。何気これ紙袋は意外と使うっちゃ使うんだけど細かいんですよね。だから何か今3箱に分かれてるから、ちっちゃい部門ちっちゃい部門、大きい部門大きい部門で分けていこうと思います。なんかもう背もたれしたからね。見て見て細かいゾーンがぎゅうぎゅうになった。気が思いやられる。ついに冬物詰めていきます。で水着は今からの時期だから分かりやすいと思って、よし先が見えてきました。頑張ります。棚の方をやっていこうかなと。なんですけど、ま、棚を開けれないぐらいあそこが大変なことになってます。やばいよね。スウェットはスウェットで分けたいんですよ。一回スウェットはスウェットで出して、ここには入れたい、スウェット系以外は。で、スウェットか ジムレッスン着系は別に入れたいです。願望です。やっていきます。この辺が全部スカート系になっております。スカート、パンツで、ここがレース系のトップスは、まあ、変わらず使ったら入れて使ったら入れる。やっぱこの辺は薄手になってきたらめっちゃ必要になってくる。キャミワンピと合わせて着たりします。あの箱を潰してというか開けて、あの中に入ってるやつをもう引っ掛けちゃう。はい、もうできました。はい、だいぶかなり疲れました。かなりちゃんと疲れたっしょ。そうだね、だいぶ。もう何時か知ってる？え、マジ結構来てる。え、何時からスタートしたの？6時ちょい過ぎぐらいからスタートしてるんじゃない？6時ちょい過ぎからスタートしたとしたら20時。正解は9時半。21時26分です。やばマジ。はい、すごいよね。でも見てください。はい、して、ここ見てほしい。一回みんなにちょっと撮ってみて。本当にやばいよね。ちゃんと止まってます。やばすぎ、本当に。あぶねえ。でもおかげでこっちがさ、大変。まあ、あとはね、捨てるやつとか実家に送るやつの山がいっぱいという感じですね。この中、超綺麗です。やばい。だって、もうあとここは全部夏ワンピース50着ある、ここだけで。ワンピースだけで50着。本当にありがとうございます。これ完成？
え、終わりです。おー、終わってたの？終わってたんだ。終わりです。実はあとはもう洗濯機の中のやつとかはもうあの収納場所ないんで一旦終わりでございます。ありがとうございます。マジで伊藤ちゃんありがとうございます。頑張りましたね今日。ありがとうございました。ということで私の断捨離&衣替え手伝っていただき皆さんありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございます。私的な断捨離の今回のコツポイントとして一つ言うと、今年の新作ものは全部手前にあります。例えばここで言うと、ここからここが新作です。タグがまだついてるもの、あとこれ UV のやつは手前に置いてるけど、この辺、これもこれも今回の今年のこれもそうですし、タグがまだついてるこれもこれもまだタグがついてたりとか、新作もの、こっちもワンピースで言うここまで新作、ここからここは全部新作ものです。この中にまだ若干新作のものもあるし、去年のものですね、大体今年まだ着てない、一回も着てないやつはここに手前に置いとくっていうのが私的なポイントです。これをやったおかげで、あ、こんな服私持ってたっていうのをね、去年のやつを思い出したりとかして、もうすっきり、伊藤さんのおかげで背の高い部分もつついたし、本当に助かりました。もう眠たいです。本当にありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。頑張ったのでコメントください。バイバーイ。